あ、ですね、そろそろ時間にも乗りましたので、ぼちぼち始めたいと思います。少々ください。共有いたします。あ、業務連絡ですけれども、待機室をオフにしてもらっていいですかね。はい、ということで、では、時間になりましたので、始めたいと思います。はい。今回、シビックテックライブということで、ガブテック編ということでですね、第30回、記念すべき30回ということで、始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。では、まず、シビックテックライブとはというところですけれども、まあ、シビックテックという言葉を知らない方とか、まあ、あと、具体的に何を始めたらいいのという方もいろいろいらっしゃると思うので、まあ、そういう方に、いろいろお伝えできればなというところだと、コードフォージャパンの活動もですね、興味あるけれどよくわからないという方も多々いらっしゃいますので、まあ、今回、ガブテックというところで、コードフォージャパン特に事業として何やってるかというところがお伝えできればというふうに思っております。で、本日登壇者、2人お招きしておりまして、司会私で進めていきますけれども、まずはじゃあ東さんから自己紹介をお願いいたします。はい。皆さん、こんばんは。Code for Japan のガブテックチームの東と申します。よろしくお願いします。多分、初めましての方も多いと思うので、今映ってるスライドの、顔写真はイラスト屋さんなんですが、私のこの顔が、なんていうんですか、偽物で、イラスト屋が正です。よろしくお願いします。写真だったんですね、これね、地味にね、成功だというところで、でももう一人の登壇者が、石塚さんになります。自己紹介お願いします。はい。コードフォージャパン石塚です。よろしくお願いいたします。はじめましての方もそうじゃない方もよろしくお願いします。あ、私はこれ写真本物ですからね。偽物、イラストとかじゃないです。精巧に作られたイラストとかではないです。はい。私もガブテックスチームでですね、東先輩にいろいろこう日々教えを請いながら、働いております。はい。去年の12月まで横浜市役所におりましたが、2月からコードフォージャパンの方に、移籍？なんだ？移住？なんだ？ しました。移住、移住。なんだろう。移住。しいいまし言て。葉ですね。なるはほど、い、移住、なるほど。移住。今は自治体さんのご支援を中心にやらせていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、私、コドフォージャパンの陣内が司会で、本日進めさせていただきたいと思います。はい。ではですね、最初に、私からシビックテックについて説明させていただいた後に、コドフォージャパンのガムテックの活動について、東さん、石塚さんに、それぞれ10分ほど話していただき、その後パネルトーク、これ30分、5分って書いてあります。大嘘で30分ぐらいにわたって繰り広げていきたいと思っております。では、まずオープニングです。で、まずコード・オブ・コンダクトということで、皆さん PTX でですね、チケット入手するときに同意をいただいておりますけれども、コード・フォー・ジャパンではですね、行動規約ということで定めております。で、私たち運営だけじゃなくてですね、参加者、ゲストスピーカーの皆さんを含めてイベントを作っていきたいと思っております。で、困ったことがありましたらですね、こちらの COC の連絡、窓口までご連絡をお願いします。で、少し具体的に言いますと、コードオブコンダクトとは、まあ、主にこの5つが重要になっております。で、参加者が、登壇者含めてですね、お互い敬意を払いましょう。ということと、まあ、いろいろな価値観の方参加されておりますので価値を認めましょう。で、お互いの意見をきちんと聞きましょう。対話しましょう。で、最後に限度には責任が伴いますということですので、まあ、いわゆるハラスメントとかなくですね、気持ちよい時間を1時間過ごしていければなというふうに思っております。で、続いてプライバシーポリシーについても同意いただいております。で、こちらについてはですね、ウェブサイトに詳しく載せておりますけれども、本日のこちらの内容ですね、後ほど YouTube でアーカイブ配信する予定もありますので、その点ご了承くださいというところです。で、あとアクセシビリティについて、本日、UD 投稿ですね、うちのインターンの学生がやってくれております。で、障害がある方もですね、そうでない方も、文字で追いたいという方いらっしゃると思いますので、ぜひご活用をお願いいたします。で、続きまして、アイスブレイク。ということですけれども、まあ、こちら、
そうですね、3キーワードとか本日はなくてですね、チャット欄のを通じて、本日いろいろ質問もいただきたいなというふうに思っておりますので、では、よくあるネタですけども、本日の夕飯でも聞いてみたいなと思いますので、皆さんぜひチャット欄に本日もう食べた方も食べる予定の方も夕食を書いていただければと思いますけれども、東さん、本日の夕食はどのようなご予定に？まだ食べてないんですね。まだ食べてないんです。中途半端な時間にファミマのコッペパンってあるじゃないですか。あれを食べて、ついつい疲れて食べてしまってですね。晩ご飯を食べ損なってるって感じです。この後美味しいものを食べるというところだと思いますが、石塚さんは今日の夕食。私もまだ食べてないです。今、新潟の古町ってところにいるんですけれども、ちょっとこれが終わった後に何か美味しいものを食べに行きたいなと思いながら、なんかさっき、周辺のあれを見てました、食べログを。あれですね、日本酒で飲んだくれるとかじゃないですね、石塚 一人だし、寂さん。さすがしい。に、というところですね。で、皆さん結構スパゲッティとか、あとおにぎりと味噌汁。そうですね。食べながらぜひご参加いただければというように思いますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、最初、シビックテックについてのご説明ですけれども、シビックテック、従来であればですね、行政と市民との関係っていうのは、市民から行政に要望とか苦情を出すという関係ですけれども、私たちとしては、行政と市民が一緒になって、また企業、大学、NPO が一緒になってですね、テクノロジーを活用しながら社会課題の解決をしていきたいなというふうに思っております。で、シビックテックについての動画というのがありますので、ぜひこちらですね、ご覧いただければというところになりますが、見つける、話す、それで試しに作るというような3段階でやっております。続いて、コードフォージャパンについても簡単に説明ですけども、共に考え、共に作る社会というのをビジョンにして活動をしております。で、主にですね、3つの領域で活動しておりまして、今日のイベントとかはいわゆるコミュニティということで、他にも月に1回の開発イベントだとかをやっております。で、2つ目が今日のテーマになります、ガブテック。ということで、行政のオープンデータとか DX といったものをサポートしている。で、最後にメーカーシティというのが、いわゆるスマートシティのところの分野で、東さんとか、こちらの市民合意形成プラットフォームで、シリムとかの推進も担当されているというところです。はい。で、本日、早速ですけれども、お題なんですけれども、コードフォージャパン、ガブテックの事業をやってますということで、よく言うんですけれども、実際何やってるんだというのがですね、ウェブサイト見てもよくわかんないし、情報そんなにないよねというところもあるので、今日はですね、そこら辺をお二人にいろいろ聞きたいなというところです。ということで、では、まず東さんから発表をお願いしてもよろしいでしはい、ょうか。そう、発表だからご飯なんかゆっくり食べている感じじゃなかったって言えばよかったけ続きど、ました。石塚さんがこの後飲み歩くっていうので、言ってない。いや、あ、そうか、言ってなかったですね、すいません。はい、というので、今しがた陣内さんからお話あったように、コードフォージャパンに、自治体とかですね、政府機関の方もそうですけど、いわゆる行政、ここでは自治体 GX って書いてますが、ガブテックに関わる人たちからのお問い合わせたくさんいただいているんですけど、ありがたいことにですね。ただ、ホームページになんか肝心なことが書いてないっていうのが、多分お問い合わせの趣旨だと思っていて、それは理由があるんですね。自治体さんって自分たちの事例を 積極的に発信するっていうことを、良しとしないというと、ちょっとネガティブに聞こえるかもしれませんけど、いやいや、私どもなんてって あったりとか、あんまり広くね、みたいなこともあったりするので、あんまりそういった意味で出そうと思っても出せないとかですね、そういったことがあったりします。なので、こうした機会をいただいて、とはいえ何してるのっていうのは少しお話をするのと、なんか事例みたいなことをお話を するんですけど、何の狙いを持ってやっているかみたいなことを、中心に、お話をして、それでいくつか、その後の
パネルトークで皆さん方から、まあ、なんかご質問とかですねいただいたりするといいなと思って、私石塚さんの順でこの順番が結構大切だったりしますが、お届けするという失礼です。はい。で、まあ、ここにホームページ書いてる通り、講義アドバイスをするだけでなく、まあ、実業務をもとに、まあ、実業務をもとにっていうのは、まあ、それが自治体さんにとっては一番やりたいことだろうということと、石塚さんも先ほど自己紹介であった通り、まあ、自治体出身者、まあ、私も京都府の職員でいた期間もあります通り、実態で実際に働いていた、あるいは霞が関で働いていたっていう、自治体なりの皆さんからすると、まあ、同じようなことを実体験として知っていたりとかですね、そこでいろいろ実践をしていた人であるからこそ、できることとかですね、っていうのも多分思っていただいているというのもあるので、まあ、そういった中でアドバイス、講義とかではなくですね、実業務をもとにした、まあ、実践的なワークショップを通じて、まあ、ガブテック事業をやっていこうみたいなのが、まあ、大きなポイントになろうかと思います。まあ、そんなことを書いてるつもりなんですけど、なかなか分かりにくいかもしれないです。はい。じゃあ次のページお願いします。でまあ、公開になっている情報の一つとして、加古川市さん、まあ、加古川市さんだけではないんですが、自治体さんと、まあ、連携協定みたいなものを Code for Japan でもいくつか締結させていただいています。でその中の一つという意味で加古川市さんの事例で私からご説明をしますけれども、まあ、人材育成プログラムの提供を通じた自治体 DX だというふうに私どもは捉えていて、形としてはですね、加古川市さんもスマートシティの推進に関する協定、まあ、加古川市さんといえば皆さん方もスマートシティの先進自治体だということをもしかしたら聞かれたことある方いらっしゃるかもしれませんけれども、立て付けはスマートシティの推進なんですけれども、その連携協定の項目の2つ目にですね、人材の育成に関することというのが入っています。まあ、これ締結当時に市長さんともいろいろお話をする中で、それがすごい大切なので、まあ、スマートシティの推進と、まあ、裏表の関係のような形で、人材の育成というのが入っているというのがミソでありまして、まあ、それに基づいて、Code for Japan では今年が3年目になっていますけれども、次のページにあります、階層別研修と、もう少しインテンシブな研修を、ここでは課題解決支援研修という言い方をしていますけれども、まあ、組み合わせた形で実施をしてきています。まあ、今年のこの、写真、今年の取り組みを中心とした写真になってますけど、まあ、やってることはワークショップみたいなことのように皆さん思われるかもしれませんが、階層別研修ですと、まあ、3年目と5年目の、まあ、職員さんと、係長に承認昇格される係長1年目の職員さん、これ、年によって人数増減しますけど、まあ、100人近くの方々に対して1日間ないしは2日間研修をさせていただくのと、今ちょうどチャットにもクリリンさんが書かれている通り、職員さんの中から自分たちの、業務課題を持ち込んでいただいて、それを支援型で、まあ、研修という形になってますけれども、自分たちで課題解決ができるように、していく、まあ、私は業務だと思ってますが、形が研修の形で実施をしているというものになります。で次のページお願いします。で一見ですね、まあ、DX 進めるために人材育成をする、で研修をして、そういう人たちを何人養成しますみたいなことを自治体さんは計画でよく書かれたりするんですけども、まあ、それは自治体側の都合であってですね、我々が狙っているうちで加古川市さんでやってる肝は、まあ、ここかなと思ってるポイントがここです。でそれは、まあ、先ほどの研修の中でも課題解決支援研修の中で、自分たちの業務の課題を持ち込んでいただいてとありますが、まあ、何のためにそんなことするかは、結局予算を作ったりとかですね、新規の予算を作ったりとか、改善する予算を作ったりとかして、それを議会に認めていただいて、事業執行していくっていうサイクルをずっとやってるのが行政です。でそういった中に、DX 的な要素を入れるとすると、なんかそこで生まれる事業 の, ものがなんかデジタル的なものであるみたいなことが大切
では、まあ、もちろんそうなんですけども、まあ、そういったものを継続的に生み出すような仕組みをインストールするというかですね、することが重要でして、そうした時になんか新しい組織を作って、なんかこんな検証しますみたいなことではなくて、加古川さんの場合、まあ、すでにそれに使える仕組みをお持ちだったわけです。それが、これは現在進行形で書いてますけども、事業立案を進めるための政策提案制度とかですね、あるのと、まあ、研修にも研修で、まあ、業務改善をするような研修があったり、まあ、階層別に研修するのがあったりしたんですけども、それをうまく融合させるっていう取り組みをこの3年間で進めていただいているっていうのが大きなところかなと思います。でこれまでは、まあ、研修は研修、なんか事業立案別みたいな、担当が違うので当然目的も違うみたいなこともあったりとか、お互いのやってることが必ずしもスムーズに連携してなかったりとかですね。まあ、結局課題解決につながるための研修みたいなことをしないので、さあ職場に戻ってとかですね、それを研修を送り出した上司がそれをどう評価するかみたいなのが必ずしもつながってない嫌いがありました。でまたそのなんか政策をちょっと良くするための手上げ方式の研修だけすると、まあ、一部の職員さんだけがそういった機会を享受するみたいな話になって、そうじゃないっていうのは別に悪い意味じゃなくてですね、それを参加経験しない職員さん、あるいはそこに紐づいている業務なりの何かが、まあ、新しく生まれ変わるって機会がないわけであります。でそれをそうしてしまっている状態を、現在では関係する所属 の, ここでは政策企画課とか職員課とか、まあ、業格の部門が、まあ、それぞれ関連する制度をそれぞれ所管しているのを、私どもと一緒にこうして3年やるうちにですね、スケジュールをまず合わせますということ と,、その要件を合わせますとかですね、あるいはそこで学んだことを次の事業立案に生かしていただくとか、そういった意味付けを制度所管課も持って、かつ職員さんもそれの制度に乗っかって、事業を進めていただくみたいな立て付けに変わりつつありまして、すなわち、まあ、自治体 DX って D じゃなくて X だって散々言われてると思うんですが、こういう仕組みのところをまず変えないと、そこの後で生まれてる来るものの、射程が伸びないというかですね、うわっとやってわっと生まれるとかいう話じゃなくてですね、打率はなんかコツコツかもしれないけども、ずっとヒットを打ち続けるような取り組みが生まれ続ける組織の方がきっと強いわけなのですし、まあ、今自治体 DX という話の言い方になってますが、違うなんか種類の改革をするっていう時に、じゃあ慌ててまた何かするみたいなことじゃなくてですね、こういった今の仕組みをうまく切り替えて、その時々の目的に合った制度をして、そこの中で職員さんに精一杯というかですね、アイデアなり知見をですね、十分発揮していただくみたいな環境を作るっていうところに我々は注力をしているっていう意味合いになります。だから入り口としては研修という入り口なんですが、狙っているのはその研修を担う人たちをどう変えていくかみたいな観点の取り組みとして、まあ、両方に効いていくような形で取り組んでいるのが、まあ、自治体の皆さんとやってるガブテックの事業の特徴なのかなというふうに思ってる次第です。ちょっと想定より長くなったんですが、私の意を組んで多分石塚さんが、で、それを今もうちょっと進めてるのがこれだっていう話をしていただけると思うので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では石塚さんからですか、チャット欄の方で質問とかありましたら随時言っていただければ後で拾いますので、よろしくお願いします。ということで、東さんの意を組んだ石塚さん、続きましてお願いいたします。無茶ぶりしたそうですね、私先ほど今年の2月に Code for Japan の方に入ったという話をさせていただいたと思うんですけれども、まあ、その後ですね、Code for Japan の中の、まあ、東さんがやられている研修とかいろいろ見ながらですね、まあ、個人的に思ったことがあってですね、まあ、それをこれから Code for Japan の中で研究とか実践とかしていければいいなと思っているので、まあ、そのいいなって、こういうふうにできたらいいなって思ってるあたりを今日はちょっとお話ができればいいかなと思っております。で、そもそもガブテックってガバメントプラステクノロジーですね。テクノロジーで行政活動をアップデートしていこうっていう、まあ、ホニャララテックっていっぱいあるじゃないですか。 X テックってフィンテックだの、なんだのっていろいろあるんですけれども、
行政もご多分に漏れず、そういうテクノロジーを使って、これからアップデートをしていかないと、まあ、人間は減るし、地方自治体職員のなんかこう、職員数のグラフとかあって、本当にこう、右肩下がりにぐわーっと下がっていて、今減る一方だったところで、コロナとか、まあ、いろんなことが襲いかかってきていて、まあ、とはいえ、なかなかこう、アナログな、作業もですね、ものすごくまだまだ残っていて、まあそこに対して行政職員が疲弊しているみたいな、状況を私はなんか去年まで横浜市にいながら見ていたっていうところもあったので、まあそこをなんかちょっとでも効率化できるような、行政活動へのそのテクノロジーの組み込みみたいなものを、まあ DX って今言われてますけれども、まあそういったところのご支援ができたらいいかなと思って、Code for Japan に入ったっていうところがまずはあります。で、まあもともとシビックテックっていう文脈で考えても、まあもちろん市民と行政が、まあ一緒にこう手を携えて、まあテクノロジーも活用しながら、街の課題を、社会の課題を解決していくみたいなところなんですけど、まあそこに対して、行政と市民がその両方ともなんかこう同じぐらいの高熱量でやっぱりやっていかないと、シビックテックとかってなかなかこう定着しない。ブリゲートの側もやっぱり疲弊してしまうし、行政の側もなかなかこう人間が続かないしみたいな状況があるので、まあそういうのもどうにかできないのかなっていうふうにはずっと思っていたっていうところがあります。で、後ろで東さんがかぼいて。でですね、Code for Japan に入った時に、まあ、東さんが今お話ししたやられている課題解決研修とか、他のいろいろな資料をやっぱり見せてもらって、あ、こういう取り組みって、まあ、なんだろう、体系的に Code for Japan は、すごくやられているなっていうふうに思ったのと、まあ、その後ですね、ガブテックチームのミーティングとか出ていてですね、そもそもなんかこう、2回以上同じことを話すと飽きちゃうんだよね、みたいな、非常にこう、皆さんの飽きっぽさみたいなところ、なんかこう座学的に何かをこう教えていく、同じことを何度も座学的に教えていくみたいなところをやるのがなかなか難しいよねっていうところで、なんかその寄り添う部分ですね、本当にこう実践する中で寄り添う部分に、Code for Japan は突き進んでた方がいいんじゃないのみたいな話もあって、あ、まあ確かにそうだよなとかって思いながら今いろいろやっているところです。で、まあ今は研修事業みたいなところを中心にやっていて、今私まさに新潟来ているのはそれなんですけれども、今日新潟市役所さんに 3D 都市モデルを活用したまちづくり DX 研修っていうのを今ちょうど今日初日が始まったところで、3D 都市モデルプラとプロジェクトプラとですねをまちづくりに活用するみたいなところで今やっていて、この間熊谷と横須賀終わって、今日から新潟始まって、今度豊橋さんでも始まるんですけど、5 days でですね、いろいろこうプラとの使い方、データの使い方、テクノロジーをどういうふうに課題解決に使っていくかみたいな話を今はちょうどさせていただいているところです。はい、で次のスライドお願いします。で、さっきの話に通じるところがあるんですけれども、まあ、ここから先どういうふうに自分的になんかこう追求していきたいかなみたいなことを考えたときに、まあ、横浜にいた時もずっと思っていたんですけど、行政の職員ってやっぱり入れ替わりが激しいですし、DX とかでも官民連携とか、まあ、共同とか、まあ、シビックテックなんかまさにそうですけど、まあ、そういうふうな、それが大事だよねっていう話はすごくされるんですけど、実際それをどういうふうにやっていったらいいかみたいな研修があるかっていうと全くないんですよ。本当に行政の研修って、まあ、やっぱりテクノロジーとかって、まあ、技術的にやるとかってなると、じゃあエクセル研修しましょうとか、オフィス研修しましょうとか、そういう風な話によりがちで、あとは本当にこう、なんだろう、DX ってそもそも X が大事でねとか、業務フローの書き方がねみたいな、なんかそんな話にどうしても寄っていくみたいなところがあるんですけど、本当に何かをやろうとしたときに、まあいろんな外の人とどうやって連携していくんだとか、そういうふうな観点っていうのをちゃんと行政職員が持つみたいなところですね、はすごく重要なんじゃないかっていうふうに個人的に横浜にいるときもずっと思ってましたし、今でも思ってますし、それをなんかこう体系的にスキルにまとめて、それを学んでいく研修みたいなものがなんか作れないのかなっていうので、今その PX 人材っていうパブリックトランスフォーメーション人材ですね、奥村先生、東大の、ね、奥村先生
というのは、パブリックトラン、なんだっけ、パブリックサービストランスフォーメーションかっていうふうに正式には言うらしいんですけれども、そういうふうな人材育成のための、リテラシーマップというか、スキルマップというか、なんかそんなものが作れないかなと思って、今これ経産省の DX リテラシーマップだっけな、みたいなやつをベースに、こういうマインドが必要だよねとか、こういう技術が必要だよねとか、そういうのをいくつかなんか配置をしてみて、これをベースに、東さんがやってる課題解決研修とか、いろんなものをこう分解しながら配置をしていって、こういうものを身につけていったら、DX にもキャッチアップができるし、外の人と連携しながら進めていく、DX みたいなものにもキャッチアップできるし、みたいなものがなんか作れんかなと思って、今なんか一生懸命、研究をしているところです。ただちょっとやっぱり官民連携とかっていう話になると、どういうふうにそれを実践していくのかみたいなところがやっぱり難しくって、単純に官民連携ってこうやればいいよねみたいな知識だけがあっても、やっぱりなかなかうまくいかなくて、そこにはある程度の実践が伴った方がいいんじゃないかというふうには思っているので、そこのところでそれこそ Code for Japan がやってる、博士みたいな、定例博士みたいなものとか、シビックテックの取り組みとか、なんかそういうのをうまく組み込んだ形で構成ができないかなっていうのは、今ぼんやりと考えているところで、まだ全然途中っていうところなので、こういうのにね、ご興味あって、我こそはなんか意見を言いたいみたいなことが、人がいらっしゃったら、もうぜひともお聞かせいただきたいみたいな感じではありますね。はい。私からはざっくりこんな感じです。はい、ありがとうございます。ということで、お二人からですね、説明をいただきましたので、この後はですね、パネルトークということで、皆さんからの質問もですね、随時いただければと思っております。で、ここからですね、スペシャルゲストをお呼びしておりまして、はい。スペシャルゲストのでは、小島さん。はい。ではですね、スペシャルゲストなんですそうか。かい。早速ですけども、自己紹介をお願いいたします。皆さん、はじめまして、こんばんは。小島と申します。今日は東さんと石塚さんにお呼ばれして、来させていただきました。スペシャルメインパネラーではありません。私はですね、神奈川県の県西、地域の小田原市という、ところの自治体職員でして、この4月から、Code for Japan の方に出向させていただいております。で、市の業務とですね、Code for Japan の業務をちょっと兼務しながら、働くという、ちょっとトライアル的な働き方をしながら、いろんなプロジェクトに参加させていただいて、Code for Japan のスタッフとして働かせていただいてます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ、ここからですね、30分弱、パネルを進めていきたいと思うんですけれども、じゃあ、早速、小島さんに質問なんですけども、あれですね、プラトーは小島さんも関わってるっていうそうとですころでね。すけども、一緒に参加させてもらってます。今まで市役所時代の仕事だと、IT とか DX は無縁だっ無た縁でと。す。全く。僕は、なので、いきなり 3D、プラットをやるぞとなったわけだと思うんですけれども、実際何をやってらっしゃるんでしょうか？小島さんの、具体的に自分で個人としてやってるところは。それめっちゃ知りたい。僕自身がやってるところってことですか？なるほど、なるほど。そうですね。そもそもこのプラット研修自体が、先ほども説明あったと思うんですけど、3D 都市モデルの、オープンデータ化とか、そういった整備を元にやってる事業なんですけど、我々が受託しているのが、まちづくり DX 人材育成研修みたいな形をやっているんですが、僕自身、今おっしゃった通りで、全く 3D 都市モデルも正直あんまり理解してない状態で この仕事に参加させてもらいました。で、最初の方はですね、研修のプロマネの補佐みたいな形で、先方の自治体さんとのスケジュールの調整したりだとか、自治体職員さんと基本的に毎回研修の前後みたいな形で個別のヒアリングとかあるので、その調整やったりとか、議事録作ったりとか、そのとこから一応始まったはいったんですけど、今は研修で実際に使う QGIS のこうプロジェクト自分で作ってみたりとか、そういったところもいろいろと先輩の皆様にですね、教わりながら、自分でも手を動かすみたいなところをやっていますっていう感じですかね。
ですか。結構できるようになるものなんですか。いや、いきなりそうですね。多分さっきも、言った通り、このヒアリングをやってるんですよね。1回1回研修を全部で半日5回やってるんですけど、単純な座学とワークショップだけだったら、みんな覚えられないんじゃないかなというふうに思ってて、で、その合間に、各地1時間ずつぐらいちょっと個別でオンラインしながら、どこが難しかったとか、いろいろ結構丁寧にというか、伴走しながら研修してるので、そのぐらいやってようやくインプットできるのかなっていうぐらいのニュアンスです。ニュアンスが負担感かなと思ってます。なので僕もそんな簡単にすぐできるんだったかっていうと、そうじゃないなっていう印象ですね。はい、なるほど。そうすると、じゃあ、石塚さんに質問ですけど、やっぱり結構、まあ、プラトンの研修とかやられてますけど、結構大変というか、こう自治体さん側も含めて負荷が高い感じですか？そうですね、大変は大変ですね。プロトの研修では、まあ、5チームぐらい、2人とか、2人ないし3人で、グループを組んでいただいて、ペアなり、組んでいただいて、で、まあ、その2人で、こう、一定の課題を追求していくみたいなことをやっていくんですけれども、やっぱり、なんかこう、これをやれるから、こういう操作をやって、こういうデータをこう重ね合わせて、じゃあ、こういうふうにできるよね、とかっていう知識だけでは、やっぱりなかなか追いつかないところがあって、そこにどんなデータを当てていくかとか、まあ、そもそもどんなデータがありますかとか、ご自身の課題感から考えたときにどういうデータが必要だと思いますかみたいなところを結構ですね、しっかり寄り添っていかないと、まあ、そこがなかなかこう先に進んでいけないみたいなところがあって、まあ、今小島さんが、ね、言ってくれた通り、そこの伴走みたいなところに割とパワーをかけているみたいな話があるので、やっぱりなんかそれがあるとないとでは結構大違いなんだろうなっていうのは個人的にも思っていて、私自身も行政にいるときにそんなになんかこう根節丁寧な研修を受けたことはもう一切なかったので、まあ、そういうやり方ってすごく重要なんだなっていうのはもうめっちゃ感じているところですね。でこうやっぱ研修受けないとというか、こう伴走がないとできな難しいっていうところはどういうところにこう原因があるのかとか、逆に言うとこうコードフォージャパン側で伴走といった時になんか具体的にどういうことをしてたりするんですか？結局なんだろう、課題を自分ごとにするというか、結構、まあ、こういうことが課題ですよね、とかって、まあ、言うは言うんですけれども、それって、なんかどこからから借りてきたような、課題感だったりとかすると、まあ、やっぱりそこに対して、こう、自分ごと感がなくなってしまうというか、まあ、自分の業務に照らし合わせたときに、それが本当に課題なんですかとか、もうちょっと何かあるんじゃないですかみたいなところをですね、なんかこう、もう深く突っ込んでいくみたいな、そういうことかなっていうふうには思いますね。ございます。東さん、今のプラトの話を踏まえつつですが、過去側でこう違うところとか、日数的にはちょっと短かったりもするんですかね、とかっていうのはあったりするんですか？研修自体はそうですね、課題解決支援研修だと、終日の研修を、まあ、6回分とか、まあ、実質最終回は成果発表会なので、研修自体は5回とかになるんですけど、先ほど私説明したように、その実際に研修に参加いただく方への伴走もそうですし、事務局の人たちへの伴走って多分両輪だと思っていて、うん、そういった意味だと加古川市さんとは定例で毎週いわゆる定例の会議で進捗を確認するみたいなだけじゃなくて、そこで結構実質的な話をしたりします。新しいネタとして投入するような話もあれば、前からあるような話をもう一回掘り出して、あの時の話をどうしましょうとかですね、みたいな話を繰り返しやることによって、まあ、ちょっとずつ進むみたいな。自治体さんは自治体さんの時間軸があって、なんかそれになんか全然無視してわーってやるっていうこともできるのかもしれませんけど、そろそろこれ打ち込んだらなんかいい感じで通りそうじゃねみたいなことを言うと、確かにみたいなので中で頑張っていただいて、さっきの制度の話なんかもそういったものをちょうど振り返る機会が今度あるから打ち込んでみようってなって、まあ案外スッと通るとかですね、なんかそうじゃないからでは次の時なんかしましょうとか、なんかそういったことをじわじわやっていって、いいタイミングの時にやっていくみたいなことが、まあ研修でも結局そうなんですよね。研修も最終的に成果発表して
発表すべき人に発表して何かみたいなのが、まあ、フォーマットしてあると思うんですけど、それをそういったプロジェクト全体回していくことも同じようなことがあると思うので、まあ、それは研修の成果がだと言われるとちょっと違うかもしれませんけども、説明した通り、まあ、あの研修という立て付けでその全体を見てるみたいなことを、こちらも受けてるのは研修かもしれないけど、別にそこだけ切り分けて自治体の人は仕事をしているわけではないので、そういった他の周辺にあるような困っていることとか、まあ、意見交換したいことも我々基本的に全部拾うみたいな、つながってると思うから拾うっていうことが感じていただけると、まあ、さらに相談いただくと。だから最近は担当さんだけじゃなくて、多分課長さんとか部長さんとか副市長さんとか、まあ、市長さんとは定期的にご飯を食べながら意見交換するとかですね。別になんかそれ仕事ではないんですけど、そういった中にお互い情報交換しながら、じゃあこういった時に何しましょうみたいなことを言えるっていうのが多分大切なのかなっていうのを、多分どのプラトンの研修でも多分そういった時間を持っているんじゃないかなっていうのは見て思います。まあ、あとは純粋にスラックで写真見てるとなんか楽しそうに研修してるなっていうのがあるので、まあ、なんかそういったとこも大切ですよね。なんか小難しいことをやってますけど、うん、楽しくないと続かないですもんね。そう思いますね。確かに小島さん、今の東さんの話だと結構まあ何て言うんですかね、自治体側のこう事務局だとか、まあ、進め方とかっていうところも結構鍵になってくるとは思うんですけど、結構自治体さん側にやっててよって違ったりとか、なんかうまくいってる自治体こうだよみたいなところってプラトンの場合とかあったりしますか？そうですね、今ちょっと東さん話聞いてて思ったのが、やっぱほとんどの、研修、自治体職員が受ける研修って、まあ、言い方あれですけど受けさせられてる研修みたいになっちゃうので、どうしてもこう人事部門だったりそういったところが研修を決めてやる形になるので、ほとんどが受けさせられてるので、あんまりこう自分事として捉えないし、研修で流れてるの聞いてて、はいはいはいって終わってしまうので、だからそこが一番こう時間的にももったいないし、本当にやるべきことが見えてないままだらだら過ごしちゃってるなっていうのがあるので、ちょっとごめんなさい、質問に対する答え違うかもしれないですけど、その事務局とちゃんと伴走するとか、なんかそういう研修の色っていうのは、僕的にはこの Code for Japan のプラトーとか見ててすごいいいなというか、だからこそ主体的になって動く研修になってるんだろうなっていうふうに思いました。過去がもうもちろん僕も何回か見に行かせていただいてた感想なんですけど、でその中でプラトー自体は、やっぱそうですね、先ほど繰り返しになっちゃうんですけど、個別ヒアリングが多いので、受講者の方とこう接触する機会がすごい多いんで、どっちかというとこう研修の内容というのも雑談したりとか、なんかそういったところでこう信頼ができるから、信頼関係が築けるからこそ、なんか研修自体もこう面白い楽しくというか、なんかそんな感じで進められてるんじゃないかなと思ってて、でそれは前半2自治体やったけど、どっちもそうなのかなっていう感覚ではいますね。はい、それで言うと結構あれですよね、 DX とかって言っても、まあ、マインドセットのところが結局重要になってくる感じですけど、石塚さんなんか中にいて外に来てっていうところもありますが、こう外から変えるのはこういうのは難しいとか、逆に外からだとこういう変え方ができるとかっていうのは、そういうところってあったりするんです？これぐらい寄り添った研修ってやりたいんですけど、やっぱり少人数になってしまうっていうのがどうしてもあるんですよね。そんなに大きな人数を扱えない、まあ、プラトーとかも15人とか、まあ、12人とかですよね、多くたって。まあ、そんなぐらいしかやっぱり扱えなくて、そこの寄り添いみたいなのは本当にやった方が、やって自分ごとかした方がいいんだろうなっていうふうに思うところです。で、実際これを行政の中でやれるかって言われたときに、私は難しいだろうなっていうふうに思っていて、まあ、行政ってやっぱりどうしてもこう定期的に移動があったりとかするので、まあ、そこの移動のところでどうしても切れてしまうみたいなところがあるのと、結局例えばデジタルの部署に入りましたとか、まあ、デジタルじゃなくてもそういう研修受けましたって言ったときに、継続的にそれを活用できる場面に業務の中で当たるかっていうと、まあ、それもそれで結構自分で頑張らないとそういうふうにはできないみたいなところがあるので、まあ、そこの定着をどういうふうにやるのかっていうのは、まあ、さっきの PX 人材の話を考えているのはまさにそうなんですけど、まあ、それをなんかこう人事制度とか、それこそ評価とか、
そういったところに組み込んでいくようにしないと、ちょっと行政の中で定着させるのは難しいだろうなと思っているところです。ただ、中にいてやっぱりできない、できないって言っててもしょうがないので、個人的にそこで飛び出したっていうのは、やっぱり外側でそういうのをきちんとやっていくっていうのを自分的にもやりたかったっていうのもありますし、まあ、少しでもそういうなんかこうね、体系とか、こういうふうにやったらうまくいくんですよみたいな、まあ、ケーススタディみたいな、なんかこう積み重ねていって、それをなんかこう行政側に返すことで、まあ、少し貢献できればいいなって思ってるぐらいではありますね、今のところは。ありがとうございます。ひかりさん、チャットの方で、まあ、職員さん自身が研修やればいいんだよなと思ってるってことですけども、うん、もう3年ぐらいですかね、過去がやっていて、うん、こうそこら辺こう、1年目、2年目、3年目で変わってきたこととかで、職員さん自身が研修できそうな雰囲気とか、なんかそこら辺ってどうなんですか。ああ、これ、この研修の意味合いはさっき私が申し上げた、なんか1回あたり1日やってるっていう研修というよりかは、もうちょっとスパンが短いものかなっていう感じはしてきてます。というのは3年間あるので、1回目はその職員さんに、まあ、研修の資料と、まあ、終日聞いていただいてるので、じゃあ自分なりに段取り組んで研修やってみましょうみたいなことしたこともあるんですけど、まあそうじゃないなと思っていて、結局、まあ、ネタを出してもらう。まあ、その自分の業務をの課題を、この研修で解決するために参加するみたいな時に絶対事前のヒアリングがありますよね。なんかどうしてみようかなと思ってるとかっていう時の対応とかですね。あとは加古川市の職員さん、担当の職員さんは他のところでなんかこういう予算を考えようとしてるみたいな話を政策企画部とかそういった話が出て回ってくるので聞きつけて聞きに行ったりとかですねしたときに、やっぱこれがこういう研修にマッチするかどうか、職員さんは必ずしも分かってないんだけど、それを、それはそういう意味があるから、こういう形でこんな風にしてみませんかっていう風に提案をするようになるようになったりとか、それを叱るべき担当さんに言ったりとか、課長とちょっと話をするとかっていうような動きをするようになってます。で、そういった発言力が出てきてるので、さっきの他の所属の人たちと制度をちょっと変えてみようみたいな話になってきてるように、まあ、そういった意味で、研修というか相談相手、なんか伴走支援者、まあ、我々も研修をただ、ナレッジとして教えてるわけなくて、伴走支援することで自分たちが変わることを支援するみたいなのを研修の機会でやってると申し上げましたけど、それを中の人がやればもっと接触時間は長いわけなので、お互い頼ったりとか相談したりとか、まあ、いろんな人たちでワイワイするために自治体という組織があるわけだから、その中でやる方が明らかにパフォーマンスはいいはずなので、まあ、そういった意味で自治体の中でこういったことができればいいのかなっていう意味です。ございます。ちょっと似たような質問になるかもしれないですけど、参加者に聞きたいんですけど、こういう自治体は Code for Japan の研修合ってるとか、こういう自治体だったら前向きにやってみたいみたいなところってありますか、ね、ということで、まずは石塚さんから。具体的に言うのはちょっと難しいんですけど、例えば今の話で言えば、チャット GPT まず使ってみようぜって思うような自治体さんは、ありかなって気はしますね。やっぱりそこに対して、なんかそう、先に危機感が発生するような、ところは、ちょっと若干難しいというか、まあ、まずはやってみて、それがちゃんと使えるかどうか、考えてみようよみたいな、まあ、そういうなんかチャレンジ精神的なものがあるところは、個人的にはすごくいいなっていうふうに思いますし、まあ、この間ちょっと横須賀で研修やってきたときにも、ちょっとデータクレンジングに、あそこ、チャット GPT ね、ものすごく、使ってるって有名な自治体なんですけど、まあ、実際中で、データクレンジングするのに、チャット GPT 使ったらめっちゃ早く終わりました、みたいな話とかがあって、なんかそういうその、研修の過程でも学びが生まれるような、こういうふうにやってったらいいんだよ、みたいな、そういう知見が共有されたりするわけですよね、その中で、また。そういうふうなところっていうのは、まあ、すごく個人的にはやりやすいというか、とは思いますね。うん。小島さんはいかがですか。はい。僕もちょっとかぶっちゃいますけど、そうですね。まあ、なんかチャレンジ精神というか、チャレンジングな街っていうのが一番いいのかなというふうに思ってて、まあ、チャレンジって言ってもいろいろあると思うんですけど、なんかいろんな、こう、なんていうんだろう、バカでかい
なんかツールを入れたいとか、なんか そういうチャレンジングだとちょっと色が違っちゃうかなと思うんですけど、なんか一つずつこう過程というか手法を学びたいとか、これやってみたいみたいな、そういうラフな感じでこう動けるような主体さんがもしあるようであれば、そういったところが合うんじゃないかなというふうに思ってます。はい、東さんはいかがでしょうか。多分このご質問は意図があってしてると思うので、それに乗っかってるかどうかわからないんですけど、このガブテックの事業をどう見るかって多分いろんな角度があると思っていて、多分先ほどのお二人はその詰まるところはそこで頑張っているとか、あるいは頑張ろうとしている職員さんを応援しよう、それが、ガブテックの真髄だし、まあ、コードフォージャパンがなぜやってるか、それがシビックテックにつながっていくからっていうことだと思うんです。で、私はやはちょっと違う角度で見ていて、先ほどご説明した通り、仕組みとして良くなければそこでいる職員さんも幸せにならないっていうアプローチなので、仕組み変えていきましょうっていう話で考えています。で、そういった質問からあると、いい仕組みを持っていたけど使いこなせていない自治体なんかはいいと思ってます。だからそれが最近だとそれこそスマートシティとかですね、要はそれに予算と体制を持っていて変化の可能性があって、まあ、そこにまあ何かしら課題あったりとか、まあ、うまくいってると自己認識があって、まあ、それを加速化しようみたいなところは、すなわちマインドセットとして挑戦しようとかですね、なんかそれに対する一部反発があっても理解しようとする風土があるとかみたいなのが備わってると思うんですけど、入り口は私的な発想から言うと、そういった仕組みだったり仕掛けがあるかどうか、だからそういうのが両方なくてっていうのはきっと無理なんですけど、なんか どっちかから、すなわちそういう頑張ろうという人たちか、そういった頑張る仕掛けがあるもの、まあ、両方揃うのが多分ベストなんですけど、多くの自治体はそうじゃないので、いずれかからのアプローチがきっと我々のようなやり方がマッチしうるのかなっていう気はしてます。うん、ございます。ちょっと小島さんに質問なんですけど、今小田原市から来てですね、戻って研修担当になったらどんな研修をやりますか。難しいですね。予算はとりあえず置いといて。はい、まあそうですね。でも僕も自身もこう今受けてきてというか4月から入ってきて、やっぱりこの何て言うんでしょう、こう BPR とか EBPM とかってよく言いますけど、なんかそういったところを頭の片隅に置いて、なんか政策立案したりとかいろいろやっていこうっていうふうに思ってる職員さんって。わかんないです。僕だけかもしれないですけど、意外と少ないというか、そこら辺が抜けちゃってたりとか、なんかそういう研修ってあんまないのかなというふうに思っていて、でやっぱりその何やるにもこう過程が大事というか、なんかそこがないと中身のないものになりがちなのかなというふうに思ってるんです。やっぱそういったところを大切にしたいなっていうふうに思ってます。でもちろんこう戻ったらその人材育成とかその研修とかっていうふうに携わってみたいなと思ってますし、でまたやっぱりその、デジデンとかでこうで DX とかそういったのにこういろんなものにお金がついたりとか交付金いただいたりとかっていう風な形でいろんな仕組みとかそういったものが、自治体ごとにこう入ってありますけども、まあ、なんかツール入れるとかっていうのが多分ゴールじゃないと思うんで、なんかその、PX 人材もそうですけど、その DX 人材的 なんかそういったものをもっと裾野を広げていくみたいな研修が展開されていくと、いろんな自治体も良くなっていくのかなというふうに、はい、思ってます。あります。さっき、東さんからもこう、ホームラン狙わずにヒットをちゃんと打ち続けることが重要だみたいなことあったんですけど、うん、東さん、ヒットって、まあ、具体的になんかどういうことをやってれば、こう打ってる状態というふうに。いや、それは極めて簡単なことでですね、継続されるかどうかです。おぉ。ぶち上げてあれどうなったっていうものがすごく世の中多すぎて、花が咲くのは大抵後なんですよね。で、花が咲くまで打ち続けられるかどうかがヒットだと思っていて、だからそれが例えば自治体の仕組みであると担当さんが変わるとポシャルとか、まあ、大きなのは首長が変わるとみたいな、それはまたちょっと違う話ですけど、実際の実務としてやるときにやっぱ関係者巻き込んでやるようなプロジェクトだと、やっぱ人が変わって熱意が変わるとみんな離れていくみたいなことを、なんか一人の職員さん の人が変わるみたいなことだけで変わっていいのかっていうこと
だと思うので、ヒットはそういう意味ですね。続いていく だったら続けていけられないのは、そういったところに配置するだけのリソースがなくて、別になんかあえてそんなことする自治体って、まあ、ほぼほぼないと思うんですけど、人が回らないから、まあ、みんながそういうふうになってたらみんなヒット出るわけなので、人事度とかもいいですよね。でそれが職人さんから見ると希望通り叶うみたいな見え方で見えるんですけど、あの移動させる側からすると多分それすごい困った状態になってると思うんですけど、じゃあそれ入り口として、だからさっき加古川市の職員課さんなんかから聞くと、やっぱ そういう人材がどこにでも、どこにでもっていうのはあのいい意味も悪い意味もあるかもしれませんけど、揃ってないとなんかそもそもこんなこと考えられないんじゃないかっていうのはすごい危機意識と持っていて、なので階層別研修でコツコツやらないといけないだろうみたいな形になっています。だからあのその中からものすごいの若手なりの素晴らしいアイデアを出してくれっていう言い方は彼らはしていなくて、みんながちゃんとヒットを打てるような状態が、ひいては市民のためのサービスを生み出すって、市役所が市民から事業者から信頼される組織になる、そういった中で働く職員さんがやりがいを持つっていう好循環を生み出そうみたいな言い方をされるって、なんかそっち側の職員さんだけじゃなくて、そういう職員を育てる側のことも考えてのヒットですね。うん、ちゃいます。もし石塚さんからもヒットについてありました。そうですね、コツコツっていうのはもうまさに言う通りで、まあ私なんかこう今まで BPR とか、まあ例えばその超アナログだったあの業務をオンライン化して、まあ、ものすごくあの成果を出しましたみたいな事例とかをあのお話ししたりとかすると、あの、まあ、例えばオンライン化をする、まあ、こういうふうにあの ただ単に紙をオンラインにするんじゃなくて、まあ、こういうふうにあのちゃんと手順を踏んであのオンライン化していくと、まあ、うまくいきますよみたいな話をしたときに、なんかこう行政さんから、いやでもオンライン化するこそ仕事が増えますよねみたいなあの質問をいただいたりみたいなことがよくあるんですよね。でそれってやっぱりあのそれだけ疲弊してしまっているっていうことですし、あの行政の中自体が疲弊してしまっているっていうことで、なんか例えばこういうふうにうまく やればうまくいくよみたいなところを、やっぱりどうしてもあの自分ではできないとか、あのすごくスペシャルな人間だからそれができたんじゃないかみたいなことをどうしてもなんかこう思われてしまうみたいなところがあって、いやいやそんなことじゃないんだけどなみたいなあのところがあって、いつもこう結構じくじたる思いをするんですけど、まあ例えばこういうフレームワークがあってとか、こういう業務フローの書き方があって、まあそれをこう知識として教えることはできるかもしれないんですけど、それをじゃあ実際にやってみようっていうふうなところに持っていくまでがやっぱりすごく大変だと思ってますし、あのそこをまあ、そのある程度 あのモチベーションを持って、じゃあそれを実際にやってみようって思うようなあの職員をある程度育てられないと、やっぱりその DX とかあのガブテックとかあの実現しないところがあるんだろうなっていうふうに思っているので、それをなんかこうどういうふうにあのやっていったらいいのかなっていうふうな時に考えた時に、今はそういうその伴走みたいなあのことが必要なのかなっていうふうには思っているところで、ただそうですね、どこまでそれをコツコツやり続ければ終わりが来るのかみたいなところはもう本当にもう全く見えなくて、100年かかるんじゃないかみたいなあのところがあるんですけど、でもあの最近はね、研修の中であのもっとそもそも地方自治法第2条にあの行政がちゃんと効率的にあの行政運営することって書いてあるからねみたいなあのことを言ったりするんですけど、でもやっぱりなんかそれぐらいのねベーシックな意識であのそこをきちんとやってほしいし、なんか一瞬でも今このやっている仕事が楽に終わるとか、デジタルの力を使って楽にどう終わらせられないかとか、そういうふうに考える職員をなんかこう一人でも増やしていかないとちょっと厳しいよなっていうのを思っているところで、まあ、そうは言ってもね、やっぱりこう行政の移動とかってほとんど人事ガチャなので移動ガチャなので、まあ、そこをなんかどういうふうにやっていくのかみたいな、そのさっきあの東さんが言ってた仕組みみたいな話はもうまさにあの研修の話もそうですけど、あのいろいろ変えていかなきゃいけないことは、まあ、まだいっぱいあるよなとは思いますね。はい、ということで、じゃあ石塚さんのありがたいお話でですね、うまくしまった感じ時間的にもなりましたの で最後クロージングに入っていきたいと思いますが、ここからはですね、一旦東さんにバトンをタッチしてしまってよろしいですかね。若干、はい、油断してた気配もありますが、はい、スライドを私が共有すればいいんですよね。そうですね。そうね、ちょっとさね、これ練習してなかったから大丈夫かな。
確かに事前打ち合わせをしておきながら何の練習もしてなかったのでクロージングですよね。はい、皆さん今日はちょっと取り留めもない話だったかもしれませんが、裏の仕掛けが一つありましてですね、私を検索いただくと時々ガブテックチームリーダーという肩書きがあったりするんですけど、これ、まあ、話が長くなるんで10文字ぐらいで言うとたまたまついた名前なんです。たまたまついた名前なんですけど、今しがたお話しされたように石塚さんが PX 人材育成について研究をするって、まあこれ、まあ、Code for Japan にとっても、まあ、研修という言い方をだんだんしなくなってきてますけど、それを体系化していくステージにあると思っていて、まあ私がまあなんかこういうたまたまついた名前を拝命してますけど、そろそろこれは襲名してもいいんじゃないかっていうことを勝手に思って、皆さんお集まりいただいた皆さんを立ち会い人として襲名式を行いますという仕掛けになっておりました。で、音がでかかった音がでかかったすいませんっていうので、なんか意味不明な音楽もちょっと流れましたけど、やめちょっとなんか気持ち悪かったんでやめたんですが、これ今話題の Bing イメージクリエイターさんのダリ2ですかね、に襲名式の絵を描いて写真描いてって言ってやったら、まだ日本風にしてねってだいぶプロンプト触ったんですけど、ちょっとテイストが日本じゃない、だいぶ違うんですけど、今後は私はチームリーダーというたまたまついた名前は、なんていうのかな、前任者ってなんていうのかちょっと分かりませんけど、石塚さんがチームリーダーとして PX 人材をもりもり育てていくという決意宣言をしていただいたので、やっていきたいなって思いますってさっきおっしゃってたので、それを期待して、これ多分この女性が石塚さんで、このなんかいろんな変なもの持ってるのが、これ私かなと思ったら多分私ではなくて、この右下にいるひげ面のおっさんが私で、そう、石塚さんがこうかったと思ったら、もう皆さんお気づきで、これ、こじ、小島さんじゃないかみたいな。私とあなたでこれやっていくのよね、みたいな感じになったのかなっていう。じゃあ、こじこじ、あとはよろしくお願いします。よろしくお願いします。リーダーなんてものがいたのに初めて知りましたよ。そうなんですよ。肩書きが必要になって何かなって陣内さん。原田さんがパチパチパチして。そうそう、チームリーダーってすればっぽいよねって言って。チームサブリーダーとか、サブサブリーダーとか、サブサブサブリーダーとかいっぱい出てくるんじゃないですか。そのうち。いや、ガブテックチームは、なんて言うんでしょう、チームとして、なんか一丸となってやってるみたいなものよりも、いろんなお声がけをいただくので、それぞれの戦地で戦うみたいなことと、まあ、プラトーの授業は割とたくさん参画して、過去私除くなんですが、なんですけど、多分それぞれの場所で、戦っているようなチームなんですが、共通して見えてきたことが、まあ、繰り返しになりますけど、見えてきてるので、それをやっていくのにふさわしい方が、まあ、これ書くかどうかは別にして、まあ、リーダー的な、だからリーダーの指示で何かするじゃないですけど、まあ、それを一番示している人がなるということで、石塚さんとこじこじに、リーダーを石塚さんです作り合いがすごい。だってこれなんか変でしょ、右手持ってるのと左手でなんか紙となんか杖みたいなの持ってて、これどうやって持ってるのかちょっとなんかよくわからないのと、どういうことなんでしょうね、それはね。このひげ面の右下の人のなんか手前にあるなんかティッシュボックスの上に乗ってるのがティッシュかと思ってよく見るとなんかティッシュじゃないんですよね。とかこの右側にあるなんか竹細工みたいななんだろうとかね、お前何を乱したんだろうみたいなことなんですけど、はい、ということで引き続き、わかりましたじゃないよ、わかりましたって言ってくれた、わかってないよ、録画も残ってる、めっちゃ危ない、残ってる、ご安心ください。ということで、はい、なんかプロンプトに合わせた音楽にしてたんですけど、ちょっと気持ち悪かったのでやめました。
はい、引き続きということでですね、やっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、ではここから最後、本当のクロージングに移りたいと思います。コトジャパンのイベントではですね、NFT をお配りしております。で、こちらのミントラリーというサービスありますので、多分チャットの方でですね、送っていただけるかと思いますけれども、NFT の取得リンクと取得方法の解説もしております。で、合言葉を入れる必要がありますので、こちらの自治体 DX というのを入れていただいて、ぜひ NFT をゲットしていただければというふうに思います。はい。で、続いてイベントの紹介ですけれども、月次と年次のイベントをいろいろやっておりますというところです。で、本日、次回と言ってますか、11日の後はですね、2週間後ですね、25日ということで、シビックテックライブを行います。で、ちょうどですね、この日、コトホジャパン誕生10年ということで、生誕祭とアニバーサリーということで、内容については今後詰めていきたいと思いますけれども、ちょっと過去を振り返りつつ、今後どうしていくかみたいな話ができるといいかなと。というふうに思っておりますので、ぜひこちらもご視聴ください。で、あと、毎月やっておりますソーシャルハックで、こちらも10月29日ということで、月末、開催予定です。ぜひこちらもですね、今回はオンラインですかね、になりますので、どこからでもご参加できますので、ぜひご参加くださいということと、あと、春のをすっかり忘れておりましたけども、この前日の10月28日はですね、東京都コロナサイトの振り返りイベントというのを開催します。で、こちらもですね、こちらハイブリッドということで、リアルの会場は、新宿のガブテック東京という、東京都関連の施設をお借りしてやります。オンラインでも視聴できますので、こちらもぜひご参加ください。ということと、あと、コトホジャパンサミットですね、11月25日、こちら13時から開催しますので、こちらは日比谷のベース級というところでリアル会場ありますし、オンラインでも配信します。豪華ゲストもお呼びしておりますので、ということと、あと、前夜祭もですね、24日の夜開催しますので、こちらですね、合わせてご参加いただけると嬉しいです、というところです。で、最後、これ、うまくページ送りが。できないまま、ちょっと待ってくださいね。はい。最後ですね、絶賛採用中ということでありましたけれども、本日ですね、ガブテックの説明やりましたけれども、他にもですね、コミュニティの業務とか、あと実際開発する業務とかもあります。で、こちらも、具体的には4つの職種と、あとオープンポジションというところで募集をしております。で、ガブテックの事業に関わりたいという方だとか、他のシビックテック含めてですね、一緒にやっていきたい方、ぜひぜひご応募いただけると嬉しいです。で、週5でなくてもですね、週3日とか2日とかでもですね、参加している方いらっしゃいますし、さっき小島さんの話ありましたけれども、必ずしも IT、DX とかにすごい詳しいというわけでもなくてもですね、できる業務というのはありますので、ぜひお話しさせていただけると嬉しいです、というところです。で、あとはですね、短いアンケートを、こちら受け付けておりますので、今日の感想もそうですけれども、次回以降に向けてですね、リクエストなどいただけると大変ありがたいです。で、SNS もフォローしてください、ということになります。はい。ではですね、最後、駆け足になりましたけれども、本日以上ということになります。登壇いただいたお三方、特にスペシャルゲストの小島さんにはですね、スペシャルメインゲストです、はい、スペシャルメインゲストの小島さん、はい、それとリーダーのお二人は今後ともですね、どうぞよろしくお願いいたしますということで、本日はでは ご参加いただいた皆さん含めですね、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。しつかさんはこの後美味しいものを食べるという感じですね。リーダーさんですよね。もうそば食べたい。そば羨ましいです。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。